食事を食べて満足しているデューク。また指が太くなって指輪が入らなくなっちゃいましたでごます。はい、こんにちは、ブルーホースです。やっていきましょうか。バイオブラッチ。ね、前回は、なんか、モローの大切なフレスク、フレスコなんだっけ、フラスコか。うん、なんかまあ、手に入れました。で、手に入れて、で、返してよ、返してよって言って、言ってるんだけど、そんなことはね、取られたあなたが悪いということで、まあ、そんなこと言ってる間に他に逃げようと思ったんですけど、どうやらなんかね、よくわかんないところに迷い込まされてしまったわけでございますわね。で、そこから脱出するためのパートを今からやっていこうと思います。ハンドガンの弾、そうそう、前回なんかめっちゃショットガンの弾を売り尽くしたんですけど、ふん、こんなものを買い取りましてもつってめっちゃ怒られたんだよね。そんなこと言わないでよって思うんだけどさ、これ飛び降りてーでー、あー、なんかこれまたちょっと迷いそうな気がするな。どうだろうどうなるだろう。こっち行って、ちょこちょこちょこ、なんだ魚が浮いてんの。いや、危ねえ、このまま坂上さん、ごめんな。俺でもどこでどう出てくるかっていうのはあんま覚えてないんだよな。やばいよね、これね。じゃあな、こっちだっけ、どっちだっけ。あ、完全にプカッパプカッパしてんだもんな。やばいな。こっちで合ってたっけ、合ってるっぽいな、合ってたな。よし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 、よかった。で、こっち進んでいって、あ、違うね、違うね。はい、じゃあ押します。うんぬうんぬうんぬ、なんか魚が泳いでるよ。あー、行っちゃった。チキショチキショ、もう完全に海に浸かってる、湖か、浸かっちゃってるな。うわー、もうこれ本当匂うな、匂うかどうかよりももっと大変な問題があると思うんですけど、リアルで気持ち悪い。あれ、ちょっと待って、こっち向かってきてる、やばい。あれ、ちょっと待って、これ合ってる、これ進めてる、あ、進めてるね。進んで、さあ、こっからが謎解きの時間ですね。どうしたらもんかね。まず、青、オレンジ、そうだね。あー、力がいいかな。こうして、こうして、こうだね。で、オレンジ。オッケー、よし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 、進めてるね。おー、上飛んでく。うー、ちょっと待って、あ、しまった、焦りすぎた。あー、やめて、食べないで、うわという夢を見たんだ。あ、よかった、ここからで。そうか、これ進みすぎたらあれだったんだよ。これが一瞬行って、ほらほら、ここにいないんだよね。モロどこ行ったんだろうね。で、ここが正面から向かってくるから、俺が一番だ。まあ、その一番になろうとするその気概っていうかね、心持ちはいいと思うんだよね。あ、ちょっと待って、あ、またえ、あー、もうどこのタイミングで左に曲がっていったらいいかわからないっていうのが、この透明マントのちょっと使いどころの難しいところだな。ひゃー、まさかこんなことが待ってるとは思ってなかったらね。ちょっと待って、あそこ、そうか、左を見ながら見ていかないといけない。足場を作ってくれてるからありがとうということで、それはいいんだけど、それはいいんだけど、なんでこんなギリギリでいつも、ファーンキー。あれ、ちょっと待って。で、これを、こう、ぐる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 。危ない危ない危ない。ママって、いつまで経ってもやまなれができないね。親離れできない子もいれば、子離れできない親もいるからね。次与えられるわけねえだろうがさ、おめえさんよ。それはダメだぜ。そこでこれをカチャコカチャコやったら、前に見え
てるのが本当に、これをロケットピストルに縛るっていうのもありなんじゃないかなと思ってね。よし。で、はい。装填速度すごい上がってきたぞ。さあ、サルベージュの時間だよ。モビービッグ号です。ここは大物が釣れたな。そう。エドワード・ニューゲイツ。ひゃー、ここから出ないと。早くしないと。よかった。相手に潰されるとか。あれ？潰されるわけじゃないのか。いたら普通に食われるのかな。はい。で、ここまで戻ってきたはいいけど、あ、やばいね。なんかどん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 行ってる。あれ？結構登れるんじゃない？あ、そうです。なんでこんな仕掛けないの？さ、登っていって、登って、砕いて、お手手がちゃんと見えたね、今。見えた？皆さん。カエルだって言ってますね。ほら。あれ？そっか。これを見てからに、どっかでさ、バシャ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 。あ、なるほど。ここに長居し続けると、もしかしてやられるとか、そういうオチなのかな。ここの、なんていうの、小屋自体が崩されてしまって。どうなんだろうな。そこらへん。よし。で、こう、で、さあ、下から、なんか、カエルが、ぴょこぴょこぴょこ、ポコポコにしてくるよ。登っていこう。あ、頭が今使ってるね。想定したかな。カエルポコポコに、ポコポコに。ほい。あっちゃ。さあ、じゃあ、IT 上手やろうか。下で、なんか、ぴょこぴょこしましょう。あ、いるね。あ、すごい体当たりしてる。見えた？ほら。これが正体だったんだ。待ちすぎてるって呼ぶしかない気がするから、さっさと下から。よかったね。あれに驚いてさ、なんかあれに驚いて、なんて言ったら手を離しちゃう系男子もいたりするからね。よし、オッケーで、よし、今のヨシが多分今日一元気だったヨシだね。で、電源を抜いちゃいましょう。電源じゃねえよ。お水を抜いちゃいましょう。なんか歩く速度上がったから、上がってるよね、気持ちね。で、ここが赤で、ここは白で、で、ここが青で、白、赤、で、黒、して、ここも青。オッケー。うー。では、レバーを、じゃあ、オン。どうかさせ、あー、血液血液じゃん、やった、あー、干からびてよく、助けておくんなマシーン、やめて、俺の手が入ってな、おめす、よくも、あーね、お皿が乾いちゃうと、いけなくなるんだよね。30発くらいちょうどいいのかな。まあ、最大80発まで装填ができるようになるんだけど、やっぱり80発だった方がいいよな、それ。装填の回数が多ければ多いほど油断を生んでしまいますからね。ここら辺はアイテム特にないのかな。調べる。よくこれ残ってたよな。村人5人連れてきてもらった。薬で眠らせたカドゥーをお腹。朝になり4人は死んだ。1人はライアカになり、山の上で実験場に送った。また失敗だ。お母様が欲しいのはもっと強い器なの。村人をね、操るっていうのはもう、バイオ4のあれと似てるんだよね、本当にね。じゃあボス戦までやっていっちゃいましょう。やつが出てくる。まずはやっぱこいつかな。こいつでボコボコに縛る。よし、さあ出てこい。よし。オッケー。やる？やっちゃう？やっちゃう？やっちゃう？あらららら、近い。これ。あ、痛い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 、溶ける、お前ごときに気持ち悪いやつめ。あれ、一瞬
なんだっけ、あ、こいつの名前すら忘れた。あ、モローだ、モロー。モローがなんかどこ行ったか分かんなくなるくらいの感じだったんで。あ、やばい、やばいぞ。これはやばいぞ。どっかどっか、もう、入る。酸性雨が降ってくる。あ、溶けてんじゃん。大丈夫？この上にいる間ダメージは食らわないのかな。とりあえずまあ打ちのめしてますけど、なんかプルプルプル震えてる感じがするガオーを言うてる。あ、まだまだ吐くの。もうちょっと飲みすぎだって。だから昨日もうこれ以上飲むのやめなさいってさ言ってたのにさ、いやまだいけるんだって、あそこから調子乗ってもう少々ちゃんぽんするから。水場所だっけ、なんかあるよね、そういうのがあったりとかさ、ね、黒木とかさ、ギアとか、もうそういうのどん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 飲んじゃうじゃん、そうなんだけど、置いておいで、はい。で、こっち合ってる？こっち行く？あっちは無理だ。どこ行った？おお、確かにノロマじゃないね、びっくりしたね。あ、終わったわ、ノロマじゃん。あれで終わったのか。最後の最後の。なるほど。吐ききれなくなったお酒が最後アルコールに火がついて爆発しましたみたいな、ね。最後まで汚い野郎だ。吐き気がする。本当に心の底からお前は嫌いだって言ってるような感じがするね。あーはーはー、じゃあちょっとアイテム回収だけしちゃいましょうか。これさ爆発させてさ、食らうのかな、イーさんも。まあもうちょっと体力は体力でね、あードゥフンってなったら嫌なんで。もうただでさえこいつ2回もやられてくから本当にもうなんかもう悔しくて。やっぱ勉強していかないとダメっすね。以上かな。あーなるほどね。めっちゃ揺れるけど、でもダメージを食らってる感じはしないね。ここもまだなんかないね。はい。なんかまあちょっとあっけない感じのボス戦ではありましたけどね。最後の最後にちょっとやられてたまるかイーサンドゥーンという感じはしたけど、まあそれでも俺の相手ではなかったということで回復だけしとこう。出口は先か。あと何個だ。回復薬、あれなんか回復薬使った気がしたけどそうでもなかった、ね、あと6個。あれもともと6個だったのかな。どっかでじゃあ回復薬拾ってたのかな。ということで、パーティーにお呼ばれするために、調べる。よし。OK! これで、六欲の退治の鍵。ドゥシよーく思ったよりやるな。思ったよりやるな。誰だ？ハッフルパフとリーブンクローの融合体。そう、我こそが、ハイゼンベルクだ。残ってるのはお前だけってわけか。お前はタフだ。それは認めよう。まあ、僕は、ホグワーツ診断やったら、何をやっても釣り去りになるんだよね。俺が手を貸してもいい。実況やってたら分かるでしょ、こいつの性格的には、まあ、釣り去りにしか勘違いするんだよね。これはあくまで取引だ。すごい友達がね、なんかいいやん、釣り去りにって、もう、天才しか行くことができない場所やん。村の外れに砦がある。まあ、そうだけどね、とか言って。俺の瓶を見つけろ。できたら、お前を認めよう。止めるなんだけどさ、ま、墓地まで戻ってみな。取引持ちかけずに、あ、でもそっかさ、最初に取引持ちかけて、で、それに逆らったのが、イーさんだから、まあ、イーさんが悪いのかな、すごい浮いてるよね。あれなんだろうな、モローが食べた後かな、あ、なんかポチャンポチャンとしてきて、カドゥー。こっちはもういけないもんね。生き物か。生き物、どうなんだろう、金婚。まあ、生き物は生き物が金婚だからね、ここなんかアイテムなかったっけ、落ちてなさそうだね。よし、じゃあ戻りまして、ここも六欲の大使の鍵なんだな。すごいね。よし、じゃあ戻って、上でセーブしたら終わりにしましょ。あーおー、ちょっと待った。危ない。ここいるっけ敵、もういないよね。危ない。忘れてた。もうまた戻ってくるのがめんどくさくなっちゃうからな。そうなんです。こっちに行って水が干からびたことによってね、手に入るアイテムがあるんで、それを手にしに行きましょう。その名も魚。
たね。そう、魚の生肉ではなくて、こいつ銀の女神像。女神像どっかにあるんだろうな。あれあれ、俺これ壊してなかったっけ。あ、壊してなかったんだ。恥ずかしい。全部壊したよねとか言っときながら壊せてなかった。あれでなんだっけ、なんとかポイントみたいなのが手に入るんだよね。もうね、バイオをやってる身からするとさ、なんとかポイントって言ってる時点でもう愛着もクソもねえわな。こっちもいけないもんね。いや、いけるんだろうけど、だってモローがいないからもうさすがにどうなんだろうな。こっちはポチッ、ポチじゃなかったもん。あ、ギュイってな。ウェーバイトマス透明マント。あー、なるほどね。あっち側にもあんなんだったんだ。近すぎるって言った、気持ち悪くよっぴちゃう。よし、じゃあ次回は、そうか、またバルコラック出てくんのか。で、バルコラックアルファもぶちのめしに行かなくちゃいけないっすよね。砦に入ったところでさ、大変っていう感じになって終わりかな。うん、次回どこまで詰めるかな。まあ、ぼちぼち楽しんでいきましょうや。ね。バイオ8。そしても来月がほんと楽しみだよね。あ、ここにもあったんだ。この、押して乗るやつ、足場になったやつね。まあ、そんなこんな、あれ？あ、そか。あ、ごめんごめん。あの、鉄球で遊ぶやつの弾手に入れてねと思ったけど、次回手に入れるところがあったわ。はい。ということでね、モロも無事倒しましたんで、プラスコ4つ目、じゃあ3つ目か、手に入れました。ということで、次回パートでね、また次進めていこうというふうに思いますが、ぜひね、ご覧いただけたら嬉しいです。ということで、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、また応援よろしくお願いします。では次回パートでお会いしましょう。バイバイ。